皆さんこんにちは、パチーネこと早乙女玉木です。前半戦に引き続き、ここ東京都葛飾区の亀有にありますアムディ亀有さんよりお送りしております。前半戦は皆さん見ていただいてお分かりのように、もう足元にたくさんのドル箱を積むことができて、もう早いうちにね、ドル箱、ドル箱というか持ち玉遊戯に切り替わったので、後半戦もね、その玉をいかに残せるか、閉店が待ち遠しいです。というわけで後半戦もガンガン打ちまくりたいと思いますので、早速行ってみたいと思います。それでは前回から私が体感している機種を紹介しましょう。富士商事の CR サンダーバード 2R です。大当たり確率が 315.1 分の1、各編終了後に100回転の時短がつくハーフスペックです。そして私の出玉が1万発以上の場合は、アムディ亀有さんから素敵なプレゼントがあります。パチ姫の出玉が1万発以上の場合、アムディ亀有賞としてこちらのソニックエクスポーツぬいぐるみをプレゼントいたします。パチ姫さん頑張ってください。もちろん私からも収支がプラスの場合はプレゼントがありますので、皆さん応援よろしくお願いします。前半戦9500円投資したところでこのリーチ。お、モグラ、モグラって言うんだっけ。モグラじゃなかったか。当たった。これと9は確変よね、もちろん確変よね、確変よね。あと500円、あと500円しまっちゃおう。あ、ダブルで当たったことは2、3年経って治ってないか。え、そうなの。あ、そうだ、地球リーチ本当かな。朝一の確変は何かが起こる。4号だ。あー、6はいらない。いらないよ。発車しなくていいよ。あらららららら、なんか熱そうなのが。あらら、操縦しなくていいってのに。ああ。操縦しなくていい。ああ、これ絶対当たりそう。いらない。おー、いらねえよ。お、よし。あ、あ、あー、ちょっと2連ちゃんかよ。お決まりの2連ちゃん。でも朝一の格言は本当に何かがあります。時短中にこの雷予告、リーチになれば大当たり確定なんですが。あ、やった、かかった、リーチかかった。よっと、嬉しい、超嬉しい。パチンコって楽しいな。あー、超いい。スーパー、よし。あ、これはなんだかドキドキするな。
ました。やりました。時短引き戻しの4連チャン。もう止まりません。全部9、全部9。さらにこのリーチで。で終了。その後173回回したところで、お、これ熱い？熱い？熱い？今度は立ってくれよね。おお、単発絵柄が2つあるよ。再抽選。おお、親父じゃダメなんだよね。親父はきついんだよ。やってきてよかった。私涙出ちゃった今、嬉しくて。これは嬉しいっす。また格変ですよ。そしてまた格変図柄でリーチ。ダメだ。お抽選は登場キャラクターで格変昇格率が変わります。一番強いのはメガネのブレインズ。
この女性ペネロープは2番目なんですが、残念。でも3連チャン。そして時短終了して64回転で、プレミアムは格変がいいですよね。その後は当たりを引けず前半戦終了となりました。結局大当たり11回、順調に持ち玉を増やせました。まあ、とりあえずね、前半戦これだけもう持ち玉を確保することができたので、まあ、とにかくあとはもう打ちまくるしかないので、ただね、久々に見たというか、久しぶりのドキドキ感がこのサンダーバードでは味わえるから、うん、私はちょっとハマりそうです。ひどくないしね、全然黒くないし、うん、シンプルでもなおかつドキドキ感があるって、なんか昔のパチンコ台ってそういう感じだよね。確かにこういう台をね、たくさん作ってもらえると嬉しいんだけどな。これはキャラ予告の中でも一番強いジェフ、5人兄弟のお父さん。この予告はスーパーリーチが確定です。リーチも少なく静かな感じの後半戦、嵐の前の静けさだといいんですけど、
ったよ。あいのあり。そう。あんなのありですか。地味のビタ止まりみたい。ほんとびっくりです。また降りてきた、降りてきた、降りてきた。神がパチンコの神様。あんなことってあるんだ。今日は飲みに来た、みんなで飲みに来た。今のはびっくりしました。大丸で当たるねわけないと思ってたから。雷予告にカウントダウン予告。プレミアムのサンダーリーチで大当たり。再抽選は？ああ、やつだ。この保留内2回転目での大当たり。ラウンド中に画面下のミニスロットが揃ったら保留内大当たり確定だそうです。でもこの時は揃ってなかったのにな。あよかった、引き戻しの3連単。あよかった。初めてのリーチだよこれ。
初めて前半戦でもこんなリーチ見なかったのに、なんか暑そうだったのに、まあいいか。町姫が新聞に出る日なの、忘れてもいつも買うの忘れちゃうんだよな。もう売ってないよな。スポニチ、スポニチでね、隔週金曜日連載書いてるんだけど、そうそう、あのね、6時とか過ぎちゃうとなくなっちゃうの。今は隔週木曜日で寝台情報を連載しています。スポニチの方もぜひ見てね。すいません、もうすっかり良くなりました。8時です。8時だよ。全員集合つまんでね。どうした？8時になりまして、閉店まであと13時間。早いですね、1日経つのは。もう回せるだけ回し深いですね、今日はね。安
定して回ってくれてるんですが、今のところとにかくね、浜がある限り、時間が続く限り打ち続けないとね、本当にパチンコってね、本当にそんな簡単には勝てないから、皆さんね、本当勉強した方がいいですよ。いっぱいいっぱい勉強した方が本当に、楽しめるし、ね、楽しみながら勝つこともできるし、もうそんなね、10連チャンしてすぐやめちゃうとか、なるべくだったらそういうパチンコは打たない方が良いのではないかなと思います。その日の勝ち負けではないのでね、長い目で見て、去年ね、収支がマイナスだった人もプラスだった人もまた気持ちをねリセットして、今年からね、まだ始まったばかりですから、1月は12ヶ月あるから、もういっぱい勉強していっぱい楽しんじゃってください。私も楽しみます。入ります。本日初の400回超え、でもまだまだです。残りあと8箱、とにかく回さないと。Thank you.
久しぶりでした。久しぶりのカウントダウン予告、外してしまいました。当たんないっす。でも残りの持ち玉は7箱、ガンガンいきますよ。後半戦、ここまでは大当たり3回で現在500回転です。一体このグラフどこまでいくんでしょうか。あと2時間となりました。早いですね、時間が経つのは。ここ1時間、2時間以内に何が起こるか。信頼度の低いリーチで当たってしまいました。なんと信頼度 2.1%、 見事644回転で大当たり。再抽選は、やった、Thank you、 やった。
ハスロがね揃ったら保留内でなんか当たるんだって。まだ当たったこと今日ないけど、ちょっと楽しみ。これね、これこれこれ、当たりそうな予感。あ、なんだ、うそ。あれ、これが見たかった。けどリーチかかるか。あー、だめだ。もったいな。雷の無駄遣い。外してもいいからいっぱい出てきてほしい、あれ。なんかとっても興奮した。
然カウントダウン。これは熱いぞ。当たり？あ、河川中当たりか。河川中当たり？嘘つきやすい。お、来た。おお。嘘、これ当たり？当たりです。1号リーチのプレミアムです。お前ムカつくよって絶対言ってるでしょ、テレビの向かったで。どうしよう、これ絶対プレミアムだよ。すごい、拍手よ。これプレミアムだよね。ね、まあ多分私が思うにこれプレミアムだからね。プレミアム初姫賞、それでも独断と偏見で決めさせていただきます。パチ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 。やっぱりプレミアムは各編がいいですよね。とりあえず3連チャン確定です。現在9時40分。この連ちゃんがどこまで行くかですよね。大丈夫。夜になると元気になるのよ、私は。夜になると元気になる。今からね、13時間打ち続けてもいいぐらいだわ。お、来た。結局3連チャン。でもこれで9箱とちょっと。もうすぐ10時だし、引き戻せるかな。あ、もうすぐ時間が終わってしまいます。終わってしまいますが、なんか来そうな感じ。あ、来た。お、ダブルリーチ。カウントダウン来るかな。あ、
ナモグラじゃない、なんだこれ、何モグラだっけ、モグラって言わないんだっけこれ。私が辞め時を決められるんです。とりあえずね、とりあえずそうだな、そうだな、なんか打っていたい気もするけど、打っていたい気もするけど、ね、また去年の放送分であったようなシティハンター、シティハンターがね、まあ閉店直後、閉店直後にね、また格円が入っちゃって取り切れなかったこともあるので、やめたいんですが、なんかまだ来そうな気もするんでね、とりあえずこれだけ打ってちょっと考えたいなと思いますが、やっぱり何よりもね、取り切れなくなるのが、学園取り切れなくなるのがなんかも嫌でね、参ります。上皿も下皿もなくなったところで、本日の実践すべて終了となりました。え、今日打ったサンダーバードは、あの前半戦でもね言ったように、本当になんて言うんだろう、ゲーム性が充実してて、それだけじゃなくてやっぱりシンプルで飽きないし、なんかね、久しぶりのあのドキドキ感っていうのかな、例えて言うならね、あの新海物語のあの魚群並みのドキドキ感がね、あの雷にはあって、これ絶対おすすめです。もう今年多分ね、あのホールに長く残っていく人気機種の一つになるんじゃないかなっていうような気もしますし、私はそれを望みます。というわけで今から、係数していただきたいと思います。というわけで、本日の13時間体感機全て終了しました。今日のデータを振り返ってみたいんですが、前半戦ね、もうこれだけの投資でこんなにデータが埋まるほどねえ、格変が続いてしまって、私もちょっとびっくりしてるんですが、前半戦が終わる頃には確か7箱ちょっとぐらい持ち玉があったので、
うん、持ち球に切り替わったらね、もうあとは打ちまくるだけなので、まあ、後半戦もね期待はしていたんですけれども、後半戦がまた格言から始まりまして、格言で終了みたいな。今日の初当たりが全て格言なんですね。まあ、こういうことは13時間始まって以来のことだと思うんですが、まあ、パチンコって本当に不思議だなというか、わからないなって思いました。でも今日の本日の出玉が16,284発ということで、やりました。新海の叩きを取ることができました。パチンコ大好き早乙女たまきでした。